はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はプレイステーション3ソフトの機動戦士ガンダムサイドストーリーズというのをやってみたいと思います。ガンダム作品のまあ実況もしてるんですけど、まあやっぱりね、あの最近やってるガンダムバトルオペレーション2とかだと、いまいちね、外伝の機体とか、まあ乗ってた人とかね、ストーリー分かってないんで、まあこのソフトをやればある程度分かるんじゃないかなということでやってみたいと思います。なんか過去のガンダムガイデンのタイトル6作品も1本に収録されてるっていうんでね、まあ新品で買ったんですけど600円とか700円ぐらいだったんで、うん、これならやってもいいかなと思って早速やっていきましょう。一応軽く音合わせとかは確認しましたんでね、そこだけはチュートリアル1個目だけね、ちょっとだけやってあります。5分ほど。コントローラーの設定とかはこのような感じでいきたいと思います。わからないんでね、まだ。とりあえず A タイプのこれでやって、振動なし。はい。で、あとはオーディオ関係なんですけど、ちょっとわからなかったんですよね。この辺ちょっとはっきりわからないんで、とりあえずこの SE って書いてあるこの音量だけちょっと下げておこうかな。他は大きめでもいいかなと思ってるんで、まあ、これぐらいでいいかな。試しに。まあ、あんまりちょっと大きかったらちょっと考えます。これぐらいにするか。ちょっとわかんないから。下げすぎてたらごめんよ。次回あげるから。戦場では若くていいやつから先に死んでいく。俺はそのどちらでもない。おかげでしぶとく生き残ってる。ザビ家の末っ子ガルマザミが戦死した。ジオンの実権を握るザビ家で初の戦死者だ。親御さんには気の毒だが、ガルマが死んだせいでジオンの士気はぐんと上がった。長兄のギレンが敵討ちの正義の戦いだのと煽ったせいだ。盛り上がったジオンが次々に投入する新型モビルスーツに連邦軍はてんてこまいだ。こっちも負けじと突貫工事にしちゃなかなかのモビルスーツをでっち上げたが、肝心のパイロットがどうにもならねえ。実戦経験を積ませるにも次々死んじまう。そんなわけで俺たち第20機械化混成部隊にもお鉢が回ってきた。モビルスーツ実験部隊といえばエリート部隊と相場は決まっているが、何事にも例外はある。俺たちは無駄飯ぐらいと陰口を叩かれる。ろくでもない連中の寄せ集め部隊だ。上も期待しちゃいないだろうが、ここらで鼻を沸かしてやるのも面白い。やるときはやるのが俺の性分だ。早い。読むのつら。だいぶ急いで読んだのに結構ギリギリだったな。危ねえ。はいはい、注目。はいはいはい。北米の最前線になっちゃった、干渉地帯があんたたちを待ってる。はいはい。そう、連邦とジオンが睨み合ってるきな臭いとこ。駐屯基地にジオンのモビルスーツが接近中。私らは増援戦力として現地に乗り込んで、基地の防衛任務につく。はい。ミッション内容の確認よろしく。わかりました。はい、それではね、出撃かブリーフィングとありますが、ブリーフィング選ぶとまたあのクソ長いあの早口ことをさせられてしまいそうなので、やめて出撃したいと思います。陸戦型ジム、レイスってか、まあなんかレイスで書いてありますね。ジムのなんか、WR 装備。なんか陸戦型ガンダムで見たことあるけど、陸戦型ジムにもあんな装備あるんだね。はい、それではやっていきましょう。パイロットはフィクサー、ボマー、リッパーか。リッパーってあれか？確か、バーサスシリーズで、間違ってなければ、ピクシー乗ってた人じゃないかな。違ったかな。まあいいか、行こう。出発。そうか、これ第二丸って呼んだ方が良かったのか。そこは分かんなかったな。これまで通り任務はモビルスーツの実践テストを兼ねてるから、その次で了解ってことで、各員適当によろしく。適当。了解了解。戦闘データならいくらでも集めてやる。リッパーは相変わらず戦闘狂だね。戦闘はいいけど、任務の内容覚えてる？おい、敵の殲滅だ。違う、基地の防衛。やることは同じだ。いやいや、全然違いますって。ヘクサー。あ、どうしたボマー。干渉地帯での作戦行動は極めてデリケートだ。この任務、俺らみたいなのが任されているのか。猫の手も借りたいんだろうね。まもなく降下地点。クソ高い損耗率の激戦区よ。気を引き締めて。コースよし、よーい。
こうか。行くぞ、野郎ども。グッドラック。の砲撃が始まってる。61式じゃモビルスーツ相手に分が悪い。支援する。前衛を任せる。モビルスーツは俺がやる。さて、おっ始めようか。よっしゃ、始まった。とりあえずやっていくぞ。チュートリアルで軽くだけ操作は分かってるんでね。ロックオンとかどうやってやるのか全然分かってないな。R1 でロックオンか。おお、すごいの接近してきた。で、緊急回避は×2 回ボタン押せばできると。で、武装はなんか右下に出てるやつボタンで長押しすれば、とりあえず長押しとか、あとは連続で使えばなんかできるって感じかな。割と簡単に落とせる。あんまり強くないな。余裕じゃないか。当たるとこだったぞ。隊長、6-1も攻撃目標にしていた。余裕じゃないか。簡単に吹っ飛んだ。包囲されてるのと変わんねえな。バズーカ強い。一撃じゃないか。こんな強いバズーカならどんどん使わせてくれ。よし、これはグフか。すごいのに吹き飛ぶんだけど。あ、また来た。バズーカくらえ。余裕だ。あんま強くない。一つ目はあらかた片付けたな。チッ、もう終わりか。やり足りないって。戦闘機はほどほどにしてくださいよ。協力を感謝する。武器を味方に向けるなって教わんなかったのか。包囲されてますね。何のつもりだ。ちょっとリッパー、こいつやりやがった。まあいいさ、元からこのつもりだ。貴様らまさか。物資の横流しくらいでやめときゃいいのに、やりすぎだ。いくらなんでもジオンとつるむってのはなしだろう。聞いたことがある。国費の後期粛清部隊の噂。ならわかるか。これから何が始まるか。あれ、つまり連邦軍の基地防衛に行ったけど、基地の防衛してる基地の人がジオンとなんか繋がってたってこと？それを今から粛清するって。結構なんか思ってたストーリーと違うな。なんかゲスな舞台なのかな。両軍とも今から蹴散らすってことでしょ。今ジオン片付けたから、今度連邦の自分の基地を倒すってこと。無駄飯ぐらいのモビルスーツ実験部隊ってのは、表の顔裏の顔は訳あり任務を担当する、なんだろうな、秘密の特殊部隊スレイブレイス、通称レイスだ。ある時は軍内部に救う犯罪者たちを始末し、またある時はまともなやつがぶるって逃げ出す危険な任務を遂行する。こんな危ない橋を渡るのはすでに、傷持つ連中ばかり。戦闘機用に味方殺し、スパイにハッカーと何でもありだ。資材を免れるため、俺たちはグレイブってやつと取引をした。そう、悪魔に魂を売って亡霊になったのさ。へえ、こんな感じのストーリーなんだ。知らなかった。今回の作戦よ、ちゃっちゃと確認してちょうだい。はい、スレイブレイスの任務。駐屯基地の連中は友軍をジオンの前に誘い出しては壊滅させていた。金と引き換えにジオンのポイント稼ぎに協力してたってわけ。このやり方にボスのグレイブは大層お怒りよ。それじゃあこの裏切り者の粛清といきましょうか。ミッション内容こういう感じなんだね。よろしく。はい、今度は連邦相手に。自分の味方ですけど蹴散らすっていう、まあ変わった舞台ですな、そういう意味じゃ。
状況分かってんのか。この距離ならモビルスーツの走行くらい簡単にぶち抜けるんだぜ。極秘部隊といえど飛んで火にいるなんとやらだ。はいや、やれ。ミデアじゃねえか、笑わせんな。ミデアにあんな武装が。味方を撃つのは初めてか。これで後では引けないって。隊長、口からザクが出てきたぞ。やれやれ、魔男を見つけた気分だぜ。へこむな、それ。きついお仕置きが必要だな。さあ行こうか。まずは戦車は余裕ですね。マシンガンで十分簡単に落とせる。よし、余裕。バズーカ撃ち込んで。さすがに一発では撃ちないな。え、もう終わった？早すぎないか。中だな。涙が出るね。よっぽどいい目を見させてもらってたんだろうさ。物足りないと思ってたところだ。少しは楽しませてくれよ。さあどんどん増援が来たな。ちょっとロックオンして撃つ。敵撃墜。いや、しかしバズーカ強すぎだろ、このゲームのバズーカ。格闘でいいね。連続でどんどん格闘もできるな。2連撃して、またちょっとタイムラグあるけど、やればまた格闘もできる。簡単に落とせる。ほらよ、マシンガンだ。鉛玉くれてやるぜ。どうしたどうした、壊れた。あと1機か、バズか。どうした、あいつ動き止まってたぞ。あ、なんか来た。あ、ザクタンクだ。あ、こういうゲームでできたんだね。どういうゲームで出たんだろうと思ってたけど。倒したかな、これで。あれはマシンガン系で落としたいな。射程が、いかに届かない。よし、あとはバズーカで。空よ。さあ、降りたところもう一発だ。あ、他のやつに当たった。よし、倒した。あ、もう少しかな。結構簡単になんか落としやすいですね。やりやすいゲームとしては。なんかアクションで難しいのかなと思ったんですけど、そうでもない。あとチュートリアルで分かったんですけど、あ、ちょっとお見せできなかったな。まあいいか。敵へ認められず、あらかた片付きましたね。さてと、観念したか、基地司令殿。法務官を呼べ。釈明は軍事法廷でする。分かってないわね。そういうレベルの話じゃないんだよ。やめろ、貴様、私を誰だと。やっちまった。基地司令官ホームったってことかな、これで。3、2、1。やはり早くは南米さんに限るな。毎度見事なものね。連邦の部隊もジオンもいなくなって、ここどうなるんですか。つまらないことを気にするやつだな。いや、気になるでしょ。代わりが来るだけよ。ブレイブの子飼いが新しい基地司令で乗り込んでくる。ボスはますます権力を手に入れるんだ。
いいんですか、それって。本当つまらないことを気にするやつだ。仕事は終わりだ、戻って一杯やるぞ。はい、というわけで2つ目のミッションも終了でございます。あ、こんな感じのストーリーなんですね、ミッシングリンクってやつ。はい、それではね、今回はここまでにしようかな。よし、これで多分1話終わりなのかな。はい、それではね、今回は、初収録ということで、第1話、第2話ということで、終わりたいと思います。ちょうど話の区切りとしてもちょうど良かったんで、ここまでにしたいと思います。またよかったら見に行ってください。それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さん、おやすみなさい。